オラクル BI クラウドサービスのデータモデラーを使用してソースオブジェクトを詳しく調べ、データをプレビューします。私はビジネスアナリストです。ソースオブジェクトをレビューし、データをプレビューしようとしています。レビューによって既存構造を改良し、現在のビジネス環境をより正確に反映して課題への対応力を強化したい考えです。オブジェクトやデータを分析することでナレッジを高め、販売戦略設計のための洞察を得られます。ひいては疑問点をより的確に指摘し、より綿密な戦略を立てて、販売目標の達成に向けたレポーティングニーズに適したデータ構造を確保することにもつながります。具体的には BICS レベニュー FT2 の詳細とオンラインチャネル収益の表をレビューして、業績評価のための適切な情報を特定できているかどうか確認します。サービス管理領域のモデルをクリックします。データモデラーが表示されます。データモデラーの左ペインにはメニューのリストが表示されます。各メニューには異なるオブジェクトが含まれます。例えば、データベースメニューには表やビューなどのソースオブジェクトが含まれています。データベースメニューの BICS レベニュー FT2 表を表示して列をレビューしたいと思います。データベースメニューが開いています。データベースアクションボタンの左側にはフィルタボタンがありますが、この時点では内容を絞り込む必要はありません。データモデラーの右ペインにはファクト表、ディメンション表、および結合の各領域があります。このペインは実行しているタスクによって内容が変わります。例えば、データベースメニューで表をクリックすると、右ペインが更新され、その表に関連する情報だけが表示されます。右上隅にはロックして編集ボタンがあります。オブジェクトを追加、更新、削除する際にはこれをクリックします。ここでは詳細情報を更新するのではなく、ソース表をレビューします。BICS レベニュー FT2 表をクリックします。右ペインが BICS レベニュー FT2 表の内容に更新されます。これは読み取り専用モードです。概要タブにはこのソースオブジェクト内にある各列に対して、現在定義されている属性が表示されます。列名や型などです。列が1キーであるか、ヌル値を許容するかを確認できます。データタブをクリックします。選択した表の各列と対応するデータが表示された表を確認できます。このタブには最初の25行分のデータがプレビュー表示されます。行数の取得をクリックすると行の総数を取得することもできます。行数が表示されます。この表には販売やマーケティングのチームが分析やダッシュボードを作成する際に使用する列が含まれています。次に BICS レベニュー FT2 表とクラウド F コスト表から作成されたオンラインチャネル収益ビューを見てみます。このビューはデータ選択をオンラインチャネルだけに限定するために作成されたものです。オンラインチャネルの収益目標が現在達成されていない理由を評価するための適切な列がこのビューに含まれているかどうか確認したいと思います。データベースメニューを見るとこのビューの名前の左側に拡大鏡アイコンがありますが、これはこの項目が表ではなくビューであることを示します。拡大鏡アイコンのチェックマークはその表がモデルに追加されていることを示しています。オンラインチャネルレベニューをクリックします。オブジェクトの内容が右ペインに表示されます。概要タブでオンラインチャネルレベニューの内容をレビューします。各列は BICS レベニュー FT2 またはクラウド F コストというソース表から取得されています。重複行は省略されています。この表の結合をレビューしたいと思います。結合タブをクリックします。このタブには、このビューに関わるすべての結合が表示されます。BICS レベニュー FT2 とクラウド F コストをつなぐ結合が1つ定義されています。次に、この表に設定されているフィルタをレビューします。フィルタタブをクリックします。このタブには、このビューに関わるすべてのフィルタが表示されます。フィルタを確認すると、このビューはチャンネル名でフィルタされており、オンラインチャネルの内容しか表示されないことがわかります。次に SQL 問い合わせをレビューします。SQL 問い合わせタブをクリックします。
このタブには SQL 問い合わせのクエリーコードが表示されます。コードをレビューします。ロックして編集ボタンをクリックすると、列を追加したり SQL 問い合わせを変更したりできます。ビューの確認が終わったら完了ボタンをクリックします。このビューは販売チームやマーケティングチームがオンラインチャネルの収益向上に向けての改善アクションを決定するための要件を満たしています。今回の作業では BICS レベニュー FT ソース表をレビューし、この表内のデータをプレビューしました。また、オンラインチャネルレベニュービューとそれに対応する結合、フィルタ及び SQL 問い合わせをレビューしました。これで業績に関する疑問点をより的確に指摘し、より効果的な戦略を立てるために必要な、的確かつ正確な分析データとダッシュボードを販売チームとマーケティングチームに提供できるようになりました。ご視聴ありがとうございました。